カトゥーンの亀梨和也37と元 TBS アナウンサーで女優の田中みなみ37が真剣交際していることが31日分かった。スポーツ報知の取材に双方の事務所はお仕事をご一緒して以来仲良くさせていただいていますと交際を認めた。同年代のビッグカップルの行方に2024年は注目が集まる。写真 田中みなみ浴衣姿が美しいアスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、年の瀬に芸能界を代表する二人の交際が明らかになった。この日、一部ウェブメディアで名前は伏せられたイニシャルで男性アイドルと元曲アナが元日婚へと報じられた。キャリアや過去のコメントから亀梨と田中と推測され、X、旧ツイッターを中心とした SNS で拡散された。二人が所属する事務所は、 スポーツ放知の取材に対し、お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています、と交際を認めた。一方、複数の関係者によると、一粒万倍日、転車日、転音日、が重なる懲戒運日でもある、元日婚の可能性はないという。同年代の二人は、昨週に美容雑誌での対談をきっかけに、急接近した。亀梨は、役作りのために禁酒したり、 アロマスチームで肌の手入れを行うなどスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所切手の美容通り。一方、田中も部屋の湿度を70%以上に保つために加湿器を3台稼働させるなど、美容には並々ならぬこだわりを持つ。同年代で、美容好きという共通点から意気投合し、交際に発展したという。6年にカトゥーンとしてデビューした亀梨は、 グループ活動以外にもドラマや映画など幅広い分野で活躍。過去には小泉京子57との20歳差交際や深田京子41との熱愛も話題になった。12月上旬に行われた主演映画「怪物のきこり」の舞台挨拶で亀梨は好きになった方がもしサイコパスだったら「仕方ないと思います」だって好きなんだもん。 と即答どうにか成立させたい。素敵だなと思って、お付き合いをして、時間を重ねて、相性とかでいろいろ変化していくじゃない。なので、付き合ってサイコパスだったらどうにかします。と、一途な恋愛観を披露する場面もあった。一方、14年に TBS から独立した田中も、アナウンス業のみならず20年のテレビ朝日系ドラマ。 M.I. すべき人がいて、での演技が評判を呼ぶなど女優業にも活動の幅を広げている。恋愛面に関しては、お笑いコンビ、オリエンタルラジオ、の藤森慎吾、40、との熱愛も話題に。15年に破局後も、MC を務めたテレビ朝日系バラエティ、あざとくて何が悪いの。では、たびたび恋愛観を披露。昨春の放送では、今は、恋愛を始めることもできない。 と明かしていたが、亀梨との出会いは気持ちを大きく変えたようだ。2024年のゴールインはあるのか。芸能界最注目のカップルとなることは間違いない。亀梨和也、亀梨和也、1986年2月23日、東京と生まれ。37歳、98年にジャニーズ事務所、現スマイルアップに入所。99年、 三年 B 組金八先生 TBS 系で俳優デビュー。二0一年カトゥーン結成。六年三月リアルフェイスで CD デビュー。十年から日テレ系ゴーイングスポーツニュースでベースボールスペシャルサポーターを務める。十九年五月にレーンでソロデビュー。血液型 B 田中みなみ田中みなみ。 1986年11月23日、埼玉県出身。37歳、青学大卒業後の2009年、TBS に入社。サンデージャポン、有吉ジャポン、などの番組を担当。14年9月に退社し、フリーに転校。19年に、絶対正義、で女優デビュー。20年8月に、約6年所属した芸能事務所、テイクオフ、から、 フラーム、に移籍した。二十一年、ずっと独身でいるつもり。で、映画初主演、血液型へ、放置新聞社。